4月5月は野菜の苗、そう夏野菜をどんどん畑に植えていくぞ。わあ、せっかく植えた野菜の苗が青虫に食べられてる。そうか、若い野菜の苗は虫にとって柔らかい葉っぱだからめちゃめちゃ食べられやすいんだ。最悪だ。お、アカシーどうしたの？あ、ジョクト。うわぁ、青虫にやられてるね。うん、そうなんです。暖かくなったから野菜の苗畑に置いたのに、どんどん青虫に食べられちゃったの。うん、残念。え、ジョクト、この青虫が野菜を食べちゃう、これって何か防ぐことできないですか？お、あるよ。かし、レタスの汁をこのキャベツやブロッコリーの苗にかけてみて。青虫が来なくなるから。え？レタスの汁をかける？はい、ということで今日はレタスの汁、これを使って簡単に青虫に食べられないようにする方法についてご紹介したいと思います。何その方法、初めて聞いた。気になる人は本編へ。ぜひチャンネル登録して続きをどうぞ。はい、どうもこんにちは。始まりました、農業塾チャンネル。はい、本日も先生として農業を教えてた塾長とスーパーアシスタントのかかしのかかしでお送りしたいと思います。塾長、今日はこの4月から5月、野菜の苗を植える、このタイミングで野菜の天敵、そう青虫、これを撃退する方法を教えてくれるんですよね。はい、そうです。この時期、せっかく種をまいて可愛い芽が出た、やったって喜んでたら、次の日にはそう青虫に全滅させられたってよくあるよね。めちゃめちゃショックです。さあ、これを今日は防ぐ方法、そうレタスを使って防ぐ方法について今日はご紹介したいと思います。オッケー、じゃあクリップカモン、よいしょ。はい、ということで今日はレタスを使った害虫対策についてご紹介したいと思います。お願いします。で、塾長、レタスってあのレタス？うん、そう、あのレタス。しかも今日お伝えする方法はレタスの食べる部分、これを使わずにレタスで捨てる、そう外葉、この部分を使ってキャベツやブロッコリー、そう他の野菜でも青虫に食べられない方法、これをご紹介します。わ、外葉を使うってことは結局この外葉捨てるだけだからめちゃめちゃ効率的、無駄のない害虫対策ってことか。はい、その通りです。方法は至って簡単。まずレタス汁を作ってください。え？レタス汁？塾長、レタス汁って昔この動画でレタスを切った時に切り口から白い乳液っていうのが出るって話してくれましたけど、これのこと？おお、よく覚えてたね。この動画あんまり再生数伸びないから知ってる人少ないのに。めっちゃ自虐。それはさておいて、レタス汁って切ったところから出てくる白い乳液っていうやつですか？うん、そう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 。なんだけど、もうレタスそのものを使っちゃって。え？はい、方法は至って簡単。大きめのたらい、もしくは大きめのバケツ、
例えばこの方法をしてる農家さんだったら、ほら漬物をつけるためのバケツってあるじゃん。この15リッターの漬物バケツ。うん、あのでっかいやつ。そう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 。それを用意して、レタスの外葉、農家さんの中には鬼葉とも言ったりするんだけど、このレタスの周りの外葉、これを 2,3 枚取ってきて、さあこの15リッターの漬物だらいにこのレタスの外葉 2,3 枚を入れちゃって、あとはたっぷり水を入れるの。さあそしてこの外葉を入れたら、手で軽くレタスの葉を潰すように揉んでください。あとはこの葉っぱ変色しだしたら、葉っぱを取り出してこの残った、そう出来上がった汁をじょうろですくって、あとは青虫が来てほしくないような野菜、そう苗だったり野菜だったり、それにかけてあげるだけ。これで完成。うん、たったそれだけ。たったこれだけで、実は、アオムシが近寄らなくなるの。なんで？これは、ほら、カカシ、よく考えて。レタスって、虫がつきにくいって言うじゃん。うん、確かに。あれは、レタスの中に、苦味成分っていうのが含まれて、これを水に溶かしてあげて、他の野菜にかける。そうすると、この苦味成分が他の野菜の表面にかかって、アオムシが来ても、うわぁ、苦いってなって、虫がつかなくなるの。へぇ、苦味のコーティングをしてあげてるんだ。おぉ、そんな感じ、いいイメージね。僕もやってみよう。いや、カカシがコーティングしても意味がない。うん、その時はまたこうやって同じ方法で野菜汁を作ってあげて、じょうろですくってかける。これで大丈夫。おお、めっちゃ簡単だ。そう、あんまり時間もかからないから結構楽々にできるの。いい、口を、僕欲を言えばもっと簡単に対策できたら嬉しいんですけども、どうですかね。オッケーオッケー。じゃあそんな人はこの野菜を植えた間にこのレタスの外葉、これを置いてあげるだけでもいいの。めっちゃ簡単。まあ理論は一緒。ほらうちの畑ってキャベツを植えるときはキャベツレタスキャベツレタス、こういう感じで交互にレタスとキャベツを植えてあげるだけで虫来ないでしょ。あ、確かに。これってちょうど先週あげたこのウリハムシ対策でも話したコンパニオンプランツで、違う野菜同士を掛け合わせて植えることによって害虫対策や成長促進、こういう効果を引き出す。これをコンパニオンプランツって言うんだけど、これを荒く利用した方法がこの野菜の間に外葉を置いてあげる。それだけでキャベツやブロッコリーが好きなアオムシが近づいてくるんだけど、レタスの香りがしてうわーってなって逃げる。これが一番簡単な方法。もうめっちゃ簡単だ。いや、てかそもそもレタスキャベツレタスキャベツで植えたらいいってことか。ああ、そうそうそう、それでも全然いいよ。めっちゃ簡単。さあ、ということで今日のおさらい。今日はレタス汁の作り方についてご紹介しました。このレタス汁はキャベツやブロッコリーなどの種まきをして芽が出たこのタイミングから使うことが可能です。そう、アオムシは若い葉若葉が大好きです。このタイミングで食べられてしまったら野菜にとって致命的、もう大きくならないんです。なので、このタイミングでかけておくのがポイント。さあ、そして、他にも、レタスの外葉を置いてあげるだけ。
そう、間に置いてあげるだけ。これでも効果が発揮できます。なんならこのレタス汁とこの外葉を置いてあげるだけでより効果を引き出すこともできます。ほう、そうか。レタス汁もかけてあげてレタスの外葉を置いてあげても効果がダブルってことか。うん。さあ3つ目、なんだったらコンパニオンプランツとしてキャベツ、レタス、キャベツ、レタスのように間間にレタスを植えてあげるだけでもより効果的になります。こういう感じで、特に油中の野菜っていうのはこの時期から青虫に狙われやすくなります。今日の方法を使ってぜひ青虫を撃退してあげてください。おお、知らなかった。塾長すげえ、そんな方法があったなんて初耳です。さすが元農業の先生、何でも知ってますね。という感じで、この農業塾チャンネルでは最新の農業で使われているテクニック、そして家庭菜園でも簡単にできるような方法、こういうのを毎週更新してます。ぜひ興味のある人はチャンネル登録お願いします。もちろん今日の動画が良ければグッドボタンお願いしますね。お願いします。ちなみにこちらの動画まだ再生数が伸びてないので、ぜひプロのレタス農家がどうやってレタスを育ってるかっていうのも見ておいてくれると嬉しいです。お願いします。そしてこちらの動画、10割の農家も知らない超最新の野菜作り、この動画めちゃめちゃおすすめです。今からでも間に合います。ぜひ見てください。お願いします。お願いします。ちなみにこちらの動画では肥料の量を減らすことによって害虫対策にもなるし、しかも野菜の味が数段アップする、そんな方法をご紹介します。ぜひ今後の野菜作りにも簡単に取り入れられるので参考にしてください。してください。僕この方法で野菜がぐんと美味しくなりました。皆さんもやってみてね。じゃあ塾長、来週も農業塾チャンネル楽しみにしてますね。 OK、 ぜひ来週も見てください。ぜひチャンネル登録もしてくださいね。じゃあ塾長、挨拶。はい、ではいつもの挨拶いたしましょう。皆さん準備はよろしいですか？はい、それでは行きます。せーの、まったねー、ぎバイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。最後まで見てくれた皆さん大好きです。今後も農業塾チャンネル